皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ第176回、よろしくお願いします。はい、今回は2月8日、もうおとついですね、行われた、フジゼロックススーパーカップに関連した話を、少し、まあ、遅れてしまいますけだけれども、話していきたいなと思います。まず一つ目は、マスコット総選挙ですね、20人。 2020年マスコット総選挙の結果発表があったと。えっと、私、結果発表の瞬間はテレビで見ることはできなかったんですけれども、まあ今年は結果発表スムーズに行われたんでしょうかね。あんまり結果発表に関してあの悪かったっていうような評判が立っていないので、おそらく去年よりはスムーズに行われたのではないのかなと推察はしますけれども。で、 結果の方はと言いますと多くの方がご存知だと思いますけれども我らが名古屋グランパスのマスコットグランパスくんは健闘したんですけれども惜しくも第2位ということで3連覇を逃してしまいましたで優勝は2019シーズン J1 王者横浜 F ・マリノスのマスコットであるマリノスケ マリノスケさんといえばいいんですかね。マリノスケさんが優勝したということですね。まあ、あの2019シーズン優勝ということもありましたし、かなりあの露出もあったということなので、まああの、やむなしということでしょうかね。というよりも、2位大健闘というようなことが言えるのではないのかなと思います。とはいえ、2位、まあ惜しかったですね。1位、あと少しで1位。 いいうところまでで来ていたのであのあグランパスくんが衰えたととかそういういこではないいと思いますでであのグランパス君がですね来年マスコット総選挙開かれるかわかまあおそらく開かれるんじゃないのかなと思うんですけれども来年1位に返り咲くには何が必要なのかなと考えてみるとまあいろいろあるとは思うんですけどなんといってもまずはチームの好成績なんじゃないかなと思います。 あのマスコット総選挙の順位とねチームの成績っていうのは必ずしも関連してるわけではないと思うんです,すけれども、まあ、今年ねあの優勝した F ママ・マリノスのマスコットマリノスケさんがあの優勝したようにやっぱりあのチームの好成績があのマスコット総選挙にもつながっていくっていうことはあると思うので。 ここ最近グランパス本当にチームとしては J1 でなかなかいい成績が残せていないということでやっぱりねあのマスコットだけ人気でっていうこともちょっとどうなんだろうっていうことになると思うのでねここはやっぱりチームも好成績を残してそれがグランパスくんの1位返り咲きにつながるということがいい流れになっていくんじゃないのかなというふうに 思いますなのでやっぱりあのー、マスコットの,あの総選挙の順位をねチームのが足を引っ張るなんていうことはあってはならないと思うのでねあのグランパスくんはチームの人気だったりっていうところに大きく貢献してくれてると思うのでね今度はチームがグランパスくんの総選挙1位をアシストすべくすべくあの今シーズンはねまああのー J1 リーグもそうですし、ルヴァンカップ、天皇杯っていうところでいい成績を出して、グランパス君の露出をもっとチームとしてサポートできるようにね。あの別にあの、グランパス君の,あの総選挙のためにチームはあるわけじゃないんですけれどもね。あのー こういういお遊び的な要素ではあるんですけれどもやっぱりあの惜しいとこまで来てるのでねあのでチームが好成績が出てさらにグランパスくんの総選挙の順位も上がるというのがあの素晴らしいあのシーズンになるんじゃないのかなと思うのでその意味でも今シーズングランパスの結果には期待したいなと思いますはい続いてもえっ、ー、とゼロックススーパーカップの に関連した話ですですこの試合、横浜 F ・マリノスとヴィッセル神戸が戦ったんですけれども、まあ、結果は試合は3対3で引き分け、で PK 戦の結果、ヴィッセル神戸が勝利したと。で、あの私があのー、今、あのこれから話そうとすることは、まあ、試合内容というよりは VAR、VAR の運用について少し話をしてみたいなと思います。 であのこの試合、私、前半の途中までしか見ていないので、試合を通じての運用ということについてはあの話せないんですけれども、まあ、私が見た限りあの、VR が絡んだシーンが2度ほどあったので、その2度についてあの少し話をしてみたいなと思いますであの。1つ目のシーンは前半23分の神戸の攻撃のシーン。このシーン、ドグラス選手がヘディングでゴールネットを揺らすんですけれども、 のの方が旗を上げてオフサイドの判定とで VAR が確認した結果 VAR も主審の判定を指示してオフサイドを取って横浜 F ・マリノスのボール横浜 F ・マリノスのフリーキックで攻撃が再開されるというシーンでしたで2つ目のシーンは前半36分の横浜の攻撃のシーンマルコス・ジュニオール選手がゴールを決めるんですけれどもその直前に横浜の中川選手と神戸の 倉選手が工作をしていてそのプレーで中川選手に反則があったのかなかったのかということが確認されたようですでこのシーンも、えー、と VR での確認の結果中川選手のファールはなしということで主審の判定が指示をされてゴー,ルゴールが認められてそのまま試合があの続行されるとあの、まあ、試合が続行というよりはあの神戸ボールのあの キックオフで試合が再開されるというようよなな状況になりました。まあ、この2つのシーンとも結局主審の判断が支持されているので、まあ、厳密には VAR が介入した介入したシーンとは言えないような気もするんですけどまあと,とにもかくにも VAR が絡んだというシーンですねあの試合会場にも VAR 確認中かななんか、あの、表示が、VR の表示が、あのー、出てたということで、VR が絡んだシーンということですね。で、今回の試合で、VR が試合の進行に絡んだのは、この2シーン以外もあったんでしょうかね私はちょっと確認できてないんですけれども、あのー、まあし、で、試合全ても完成してないので、この他のシーンはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、この2シーンを見た限りでも、 私は良くも悪くもですけれどもかなり慎重に VR 運用されているなと思いましたで具体的に言うと一つ目のシーンはまあ、オフサイドがあったかどうかっていうことなのでまあある種 VR がしっかりと確認すべき事象だったっていうふうにも言えますあの何て言うんですかね VR 向きな場面というかねあの オフサイドは客観的にラインが出てたか出てないかなので、あのー、腹診の方がね、一瞬見た判定よりも VR のあのー、VTR チェックっていうので、客観的に判断するっていうところがあの強みを発揮する場面。なので、まあ、一つ目のシーンは、まあ、あのー、おかしな、おかしなって別に二つ目のシーンもおかしかったわけじゃないんですけれども、あのー、 まあ、VAR 確認必要な場面だったかなというふうに思うんで,で2つ目のシーンはあの、まあ、これ結果論なんであの別にあのシーンが別に問題すごい問題があったっていう話で,ではないんですけれどもちょっと重箱の隅をつつくような話になるのかもしれないんですけれども、まあ、結果的にあそこまで時間かける必要あったのかななかったんじゃないのかなっていうふうに私は感じましたそのの中川選手のプレーーがファール だったかかどうかっていう判断は、まあ、現実にファールがあったかどうかっていうところまで VAR は判断しなくていいはずで、要は、あのシーンでファールを取らなかった判定が、明白な間違いなのかっていうところが確認できればよかったはずで、その目線で見ると、まあ、あのプレイファール取らないのも十分あり得るよねっていうプレイだったように見えました。なので、まあ、もう少し。 確認をしてあのノーファールっていう主審の判断あの明白に間違ってないよっていうので行けたんじゃないのかなっていうふうに思いましたまあただ何ていうんですかねあのシーン中川選手のスパイクの裏が飯倉選手の体の方向に向かっていたっていうところもあったのでひょっとしたらファールがあったかどうかっていうこともそうですしその体重を の可能性っていうところを確認していたのかもしれないのでちょっとどういった確認をしていたのかっていうところまでわからないので何とも言えないんですけれどもまああのシーンあのまああそこまで時間をかけて確認する必要があったのかなっていうふうにはちょっと思いましたでさらに言うとあのシーン 結局、主審はもともと中川選手のファールを取っていたわけではなくてということは結果的に主審もゴールインをあのまあ消極的というのかな認めていたと思うので,で結局、VR もその主審の判定を支持してゴールが認められたということだと思うんですけれどもにもかかわらず主審は判定の時にその手で四角いあのジェスチャーあの VR のジェスチャーをしていて あれはどうだったんですかねあれ、あのー、ああいう場面でもあの判定、あの四角いゼスチャーってするもんなんですかね私の認識だと一番わかりやすいのが、例えばオンフィールドレビュー行くときに VR、あのー、レビューしてきますよっていうことで主審があの四角いゼスチャーをするっていうことだったり、その確認の結果、判定を翻す、覆すときに四角い まあ、覆さない時もするんですかね。要は VR、VR ビデオアシスタントレフリーでオンフィールドレビューをした結果、判定をする時に、四角いゼスチャーをするのかなと思っていたので、あのように、あの場面だと、おそらく、結局、主審の判定、指示されたので、そのままでいいですよ、そのままでいいですよというか、VR、あの、介入しませんよっていうアナウンスがあって、 あの試合が続行していくのでその時にもあの四角いジェスチャーいるんですかねあの私はいらないんじゃないのかなと思っていたのでちょっとあそこはあの主審の方が四角いジェスチャーをした時にんってあの思いましたあれひょっとしたらゴールこれ取り消しなのとかちょっと思ったんですけどまあ当然そんなことはなくてあのゴールインが認められたのであれはちょっと私の認識不足なのかちょっと私はあれえっと思いました で、あのーまあ、VR の運用方法で、慎重、よくも悪くも慎重って言ったのは、そのかなり丁寧に VR が見ていたなあっていう印象を受けました。で、導入間もないので、あの慎重な運用っていうのは当然なのかなとも思います。審判員の方としてはね、VR 導入されたのに、 誤信があったとかいうことがあってはならないっていうかなりプレッシャーにさらされた状況でしかもあのー、フジゼロックスーパーカップ、あのー、ということで注目度も高い試合っていうことなのでかなりプレッシャーを感じていたっていうことはあると思うのでああいった運用っていうのはあのー、当然なのかなというふうに思いますでそれが全然間違ってるわけではないと思いますし VR が導入された目的っていうのは 重大な誤信を防止するっていうことだと思うのでそういった運用は一面では当然正しい運用なんだと思いますただ他方でその試合の円滑な運用っていうのもサッカーにおいては重要な要素だと思うのでそこも両立できるようになっていくとより素晴らしいのかなというふうに思いましたその VR の介入する場面だったり一つのプレーを確認する時間が多くなれば それが多くなればなるほど試合が中断する時間も長くなると思うのでそういう観点からすると VR が何て言うんですかねサッカーを見てる方からすると VR が頻繁に介入する試合っていうのは何て言うんですか、ね、テンポが途切れてしまうというかねあのあまり望ましいことではないまあ、見ている側だけではなくてやってる選手としてもあの試合が止まってしまうのでそういう時間は少ない方がいいのかなとは 思いますでまあただ VR によるね正確な判定の担保っていうことと円滑な試合運営っていうのは必ずしも両立するのは簡単ではないのかもしれないんですけれどもやっぱり VR っていうのはあの主審を補助するシステムだと思うので得点だったりね退場に関する重大明白な間違いがあった時に初めて介入するシステムだと思うので結局そんなシーンっていうのは1試合を通じて1回あるかないか。 だと思いまただね、まあ、一試合に本当にそんな重大なあの間違いが何回もあれば、それは介入しなきゃいけないとは思うんですけれども、そうでないのであれば、その念のためみたいな確認っていうのは、あの減っていくといいのかなと思います。ただね、まあ、今は導入直後なので、多少慎重な運用っていうのは、あのー、 やむを得ないのかな少し悩ましいところで時間をかけて確認するっていうのはやむを得ないだとは思うんですけれども、まあ、数をこなすうちにだんだんこの辺っていうのが削れていってあのよりスムーズな運用になっていくといいかなというふうに思いました で、まあ、試合内容にほ,ほとんど触れてないので、ちょっとだけ最後に触れると、あの、まあ言った通り、私、前半途中までしか見てないので、試合全体でどうこうってことは言えないんですけれども、まず神戸に関して言うと、やっぱ、ドーグラス選手加入したのは怖いなと、あのー、J でね、実績十分で、昨年も得点多く取ってる、あの、ドーグラス選手が神戸に入ってきて、最初の公式戦で得点を上げると、しかも、あの、イニエスタ選手との コンビですね、インエスタンス選手のパスのセンス、技術も光ってましたけれども、ああいうところをきっちり決めきるドーグラス選手の得点力っていうところも恐ろしいなと、ビジャ選手抜けたんですけれども、その得点力だけで言えば、ビジャ選手の穴っていうのを十分に埋めてしまうんじゃないのかなっていうようなぐらい、ドーグラス選手、怖いなというふうに思いました、で、またマリノスもね、3度先行されながらも、それを3つ追いつくと。 いうその得点力の高さっていうのは相変わらず高いなっていうところを見せつけましたしまあ両,両チームともね今シーズンもう手ごわそうなチームだなという印象を受けましたでスーパーカップも終わっていよいよシーズン開幕目前と。 で両チームかなり手ごわそうということもそうですし、ね、各チーム補強もしたりあのー、シーズンに向けて仕上げてきていると思うので今年も J1 かなりタフなシーズンになるあのー、少し歯車が狂ってしまうと厳しい状況になるようなあのリーグだと思うんですけれどもグランパスもねいい選手あのー、補強も含めていい選手 いますしいい準備してると思うのでね是非開幕ダッシュを決めていいシーズンにしてほしいなというふうに思いましたはい今回は2月8日に行われたフジゼロックススーパーカップに関連してマスコット総選挙と v r の運用について少し話をしてきましたそんなところで佐藤のラジオ第176回今回はこの辺りで失礼したいと思います 最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。